陳列された高級食材紅鮭。福島市のスーパー一位ロシナンテ福島に支店では今日から養殖された紅鮭の試験販売が始まりました。この紅鮭は福島市に本社があるスーパー一位が NTT 東日本や岡山理科大学と協力し福島市内で陸上養殖したものです。閉鎖された環境で人工海水を使うため寄生虫が混入するリスクがなく生食で食べることが可能で試験販売でも刺身や寿司などの形で提供されました。今日は何選ばれたんですか？今日は切り身と柵を2つでも安全に食べられるっていうのはすごくいいなと思います。試験販売は1日200匹の数量限定で今日から3日間行われます。